moments are the important moments that connect us. 急な名古屋。皆さんこんばんは。8月15日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM ギノワの電波をお借りして名古屋にあるダンサーズスタジオから栄えある放送200回目の急名古屋をお送りいたします。こちらもね、台風の影響がありましたね、スタジオにね、王子もたどり着くかなと思いましたけども、風もね、緩やかで雨もね、パラッパラグの具合でしたんで、記念すべきね、200回をね、お送りしたいと思います。滑り王子マスクマンでございます。はい、放送200回記念という時に台風がやってきて、いよいよ王子は嵐を持ってきたかと思ってヒヤヒヤしていたみそ煮込みスキーと、いや本当ですね、200回、本当は201回なんですけど、今日は番組が放送できなかった、できなくてですね、200回ということで、はい、そうですね、はい、1回はちょっと FM 宜野湾の公共の電波では流せなかったんですよね。そうですね、はい、で、まあ名古屋の方も雨風ですね、本日大変強くてですね、今はだいぶ風も弱くなり、雨もあまり降ってないんですけど、また夜降るんではないかと言われておりますダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今夜200回のスペシャルテーマは続く続ける。はい、今夜のテーマは続く続けるです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日、電話ゲストコーナーがあります。急名古屋放送200回目のスペシャル電話ゲストは、沖縄県那覇市に拠点を置く芸能事務所オリジンコーポレーション代表朱里之介さんになります。22時13分頃からとなります。名古屋は栄養コーナーもあります。また、続く続けるについてちょっとしたお話をします。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町クッシャン芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたします。キユナ名古屋。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817東海協和まで。名古屋市熱田区にあるトリプルエイトでは、フォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。
興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。キユナ名古屋。メールご紹介します。はい、はい、お願いします。はい、ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。おばあからもらったプライベートジェットです。ありがとうございます。ありがとうございます。放送200回目おめでとうございます。ありがとうございま す, います。はい、テーマ続ける。私は一度転職をしてから今の職場で今年で勤続25年になりました。途中辞めようかな、どうしようかなと考えた時期もありましたが、なんだかんだと気がつけば25年になっていました。過ぎてしまえばあっという間という感じもありますが、台風7号は大丈夫でしたか？影響はありませんでしたでしょうか？本日も放送楽しみにしています、ということでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、勤続25年も長いですね。ですね。ね、どうでしょうね、なかなか、まあ、今の若い方だとね、ちょっと合わないなと思うと、早い時期にですね、まあ、何年間もせずに辞められて転職される方が多いって聞きますけども、ね、一つのところで長くね勤続されてね、大変ね、素晴らしいことだと思います。まあ、あとはね、はい、こっち台風7号ね、はい、雨強くなったり弱くなったりで、そんなに突風が吹くような感じではね応じなかったかなと思ったんですけど、みそちゃんどうでしたか？いや、実はその台風が接近する時よりも去った時の方が結構風が強くて、うんうん、で雨はおそらく、まあ、もちろん台風が来てた時も雨降ってたんですけど、おそらくまた今夜の方が、ね、うんうん、線状降水帯ができるんじゃないかって言ってて、むしろ今夜の方が注意しなきゃいけないかなって感じですね。そうでしょうね、ニュースなんかでもそうやって言ってましたね。うんうん、そう、まだね台風が去ってもちょっとそこは油断できないのかなって思いますね。うん、でもまだ各地まだまだ被害があるところというかね、うん、本当に、警報が出てるところもありますので、そうですね、気をつけてお過ごしいただけたらと。こっち愛知県は注意報がまだ出てるんですよね。あ、そうですね。そうですね。はい、うん、ただね、やはり鳥取県とかちょっと心配ですよね。うんうん、そうですね。うん、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ続いて王子が読みましょうか。あ、はい、お願いします。はい、あら、まあ、またいろんなことをね、言っていただいてますですね。ダンサーサミソさん、アサステイコゼロ、エクセレント滑り王子、リスナーの皆さん、こんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。放送200回目おめでとうございます。ありがとうございます。記念すべき節目の放送で王子がリストラの浮き目に遭うというサプライズがあったりするのではないかと不安で、8時間しか寝れない毎日。いや、結構寝てます。あ、だいぶ寝てるね。だいぶ寝てるね。私より寝てるね。うんうん、調子いいかもしれない。、うん、テーマ続ける、山生活期間中は餃子とフライドポテトがやたらと食べたくなるのですが、今から1週間ぐらい餃子とフライドポットのローテーションだけを食べ続ける一日しかないです。え、それしか食べないの？でも山に行くとなかなかそういうの食べれないんですね、やっぱりね。まあ、こっからがね、はい、結構ヘビーな、ね、質問を、ね、王子にしてるんですけどね。はい、ちなみに王子はお気に入りのお嬢さんと天外デートに連れ出せるまでお店にしつこく通い続けるって本当ですか？王子はね、通い続けることはしません。大事なところでピンポイントのところだけにね、行ってがっちり抑えますので、
ね、通い続けるってことはね、ね、鼻の下を、ね、長くの伸ばされた、ね、おじい様方がね、うん、まあ、小金持ってるんでしょうね、そういう方が、ね、いらっしゃいますけど、おだまり、うん、王子はそこまでしません。おだまり、そう、王子、行きつけの居酒屋、都合がいい時しか来ないよね、はい、どんな時でもそうですねなるほどなるほど、はい、ありがとうございます。なんかすごいよく分かっちゃったよく分かっちゃったそうなのよ、ね、なかなか、まあ、最近はね、王子、まあ、そうやってね、出る機会が少なくなってて、うん、はい、まあ、お酒もね、飲むことが少なくなりまして、はい、うん、まあ、かなり弱くなってますね。ちっちゃいグラス一杯ビール飲んだだけで、うん、かなりね、顔が赤くなるみたいで、うん、うん、もうそれ見た、ね、周りの方が ね、王子もう酔っ払ってるのって、うん、言われるぐらいですんで、あれもやっぱり酔いというよりかアレルギー反応みたいですね。こう顔が 赤くなるのは、うん、厳密に言うとなんかそうみたいなんですけど、はい、うん、でもね、そのちょっと赤な顔っていうのかな、それがね嫌で、うん、まあ、またね、こう飲むのも控えちゃうんですよね。まあ、お家にね、まあ、宮殿にいるときは飲みますけど、はい、うん、まあ、その飲んだ後にはすぐにね、寝る体制になってますので、うん、酔いしれていい気分ということは全然ございませんね。おだまり、うん、はい、ということでですね、はい、はい、ね、いろいろね、コメントが来てますよ、はい、ギネスさん、名古屋の皆さん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、FMJG 新一さん、こんばんは、200回おめでとうございますということで、ありがとうございます。FMJG 新一さんはですね、もちろん番組もですね、スポンサーさんとして支えて、はい、いただいてますので、はい、本当に新一さんにも感謝、はい、申し上げたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ギネスさん、台風の影響はどうですかということで、ね、うん、台風結構先ほど言った通り、まあ、ね、うん、他の地方でもね、そうそう、また心配ですので、はい、ね、ということでですね、はい、またツイキャスは後ほどお読みしたいと思います。はい、それでは一旦 CM です。はい、はい、朱里之介さん登場です。キユナ名古屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクター&オブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円で、なんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ、八重瀬町ぐっしゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐっしゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、経営者様のお困りごとを多角的に問題解決します。従業員に関するお悩みに寄り添います。お問い合わせは電話 03-5357-1182 まで。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 キユナ名古屋。本日の、スペシャル電話ゲストです、
本日は、オリジンコーポレーション代表で、新都助の、グループユニット新都助の、相方になりますもう一人失礼いたしました。もう一人の方ですね、新之助さんになります。こんばんは。はいはい、お笑いコンビ新都助のシュリンの助です。シュリッパンよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。すいません、カミカミしちゃいまして申し訳ございません。いや、俺もう電波の影響だと思ってますよ、こっちは。いやいや、もうやっぱり大変緊張しておりましたので噛んでしまいました。失礼いたしましたいやもうお気になさらず、もう適当にもう、はい、おしゃべりする感じで、もおめでとうございます。ありがとうございます。そしてですね、はい、M1 第1回戦通過おめでとうございます。ああ、ありがとうございます。いいんすか？いやいや、200回記念で祝われる側ではなくても祝ってくれるんですね、そうやって。いやいや、もう本当、まずはその M1 のことは、もうここの1回戦大変重要じゃないですか。そうですよね、もう何事にも第一歩ですから、はい、はい、大事です。ということで、すいません、私もうカミカミ出てきたので、あと、白之助さんの方に自己紹介をぜひお願いしてしたいなと思いますので、お願いいたします。はい、はい、沖縄でオリジンコーポレーションという事務所の代表と、あとお笑い芸人をやっております、コンビ新都助の朱里之助と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、すいません、今ごめんなさい、ツイキャスがありまして、ひふみさんがなんかいきなり本名で書かれてるんですけどああ、ひふみさんが、ああもう全然、はい、もう本名でも住所でも何でも大丈夫です。はい、田和田さんです。あ、田和田です。はい、本名田和田新之助でやってます。はい、私俊之助さんとはラジオの方でも外でお会いしたりとか。そうですよね、もう、はい、あの時は本当に申し訳ございませんでした。アップな一日をと言わなきゃいけないところ、シャキッとアイと言ってしまいましたのでいやー、ありましたね、はい、本当に、はい、いつも応援していただいててありがとうございます。そう、アップっていう番組、はい、はい、もう今は続いてますよ。僕も3月まで RBC の方で勤めてて、はい、その時も毎朝ね、ダンサーズさん、はい、はい、ついみそにこみすきさんもツイートなんかで参加していただいたりして。いやー、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。うん、そして大阪で、はい、5月、はいはいはい、今年の5月大阪でお会いさせていただきまして。そうですね、はい、いやー、もうありがとうございます。もう名古屋から大阪までわざわざ、はい、お越しいただいて、もう打ち上げでたこ焼きも一緒に食べましたからね。ああ、そうですね、いただきましたね。はい、実は大阪なんですけども、実は本当ですね、とてもですね、超快適に大阪へお邪魔したんですよ。はいはい、快適に、快適になったんですね。近鉄特急を使ったんですけども、これがですね、うんうん、ちょっとプレミアムシートっていうシートで、かなり大きなシートだったので、ほとんど寝ながら行ってしまったという。すげえ、そんなのあるんだ。そうなんですよ、寝台列車みたいな。もう本当に超快適で、なんてしょうかね、飛行機でいうと本当ビジネスクラス以上ですね。その状態で来て、じゃあもうそれだったらその後見るネタは何見ても面白いですね。もう、あ、そうですね、本当にありがたい。で、実は本当にこういったなんですけども、打ち上げがすごい楽しみだったんですよそのお酒飲みに来たみたいな感じで言わないでくださいよお酒が楽しみだったなじゃないんですよいやいや、もう本当に打ち上げが楽しくて楽しくていやいや、ね、ネタの話で、ネタの話いや、ネタも面白かったですよ。で、このネタについてですね、味噌煮込み好きに変わりますいやいや、あ、はいはい、はい、こんばんは、おめでとうございます。味噌煮込み好きでございます。ああ、味噌煮込み好きさん、おめでとうございます。200回記念。いやいや、M1、第1回戦通過、おめでとうございます。
それもありがとうございます。その200から対抗馬にいるんですね、1回戦が。ありがとうございます。あ、ね、これからまだね、あの2回戦、3回戦といろいろありますけれどもね、ぜひともこの1回戦を突破することに意義がありますので、うんうん、ぜひ頑張っていただきたいと思いますし、応援しております。ありがとうございます。はい、本当にあの大阪の際には本当にすごい素敵な、ね、もうこれなかなか県外で、オリジンさんが揃った、ね、こう見ることができないんですよ、お笑いライブって。本当に貴重な会に、ね、参加させてっていうか、ね、見に行ってよかったなって思ってます。ありがとうございます。本当に、うん、でやはりなかなかこのなんていうんですかね、県外の方がたくさん見るのにやっぱりネタっていうのはなんか工夫されましたか？いやそうですね、もう僕たち普段は沖縄で活動していて、で今年の5月、はい、大阪でライブやった時ですよね。もうその時は、はい、まあ普段はなかなか沖縄の人だったら分かるようなワードがあるじゃないですか。はい、例えば、うちかびとか、まあ例えば、お盆が近いんでうーくいとかうんけいとか、そういう単語、沖縄の人だったら 100% わかる、単語とかもあっちだったら通じるのかなとか、まあまあでも沖縄は好きな人が集まってくれるだろうから、まあまあうちかびぐらいまでは攻めてみるけど、まあさすがにうんちょっと攻めた言葉は伝わらないだろうなとか、なんかそんな感じの、やはりこう取捨選択みたいなのありましたね。うん、そうですね、県外にこうネタを披露するやっぱりちょっと工夫がいるのかなとか、そういったことも考えられてってことですよね。いやそうですね、まあでも比較的まあ言っても本当に皆さんみたいにもう下手したら沖縄の人よりも沖縄のことを知ってるぐらいの人たちもたまにいたりするんで、もうだからすごいバランスがめちゃくちゃ難しいんですよね。ああそうですね、あの意外にこの打ち上げに参加させていただいたら、あもちろんですね、こう JTA さんで行くツアーでしたので、もう沖縄から参加されてた方もいらっしゃいまして、うんうん、おなじみのリスナーさんにこう名前でお聞きしたけれども、うんうん、久しぶりにこう顔を合わせて久しぶりに楽しいお酒みたいな感じの展開もありましたけれども、結構うんうん、沖縄好きな方が集まってる大阪の会でしたよね。うん、そうなんですよ。だからもう本当に県人会みたいな感じになってましたね。雰囲気的には。実際に沖縄を盛り上げたいの方もいらっしゃいましたからね。そう、だから打ち上げの時で、ユーリキヤさんがスペシャルゲストでこのライブ来てくれてたじゃないですか。打ち上げの時に一番盛り上がったのが、はい、ユーリキヤさんが挨拶で、今日はユニオンでフォークが298円でしたって言ってわーって謎の盛り上がりが起きて、いやすげえなみたいな、大阪なのにユニオンも知ってるし、みんなフォークの値段気になるんだみたいな。そうなんですよね。実際に私もユニオンがこう空いてるか閉まってるかとか、ポークの値段が298円は安いのか高いのかっていうのは実に気になるところでしたけれども。ですよね。で今名古屋は台風大丈夫なんですか？このユニオンで言うともう全然閉まらないぐらいの感じですか？いや今日はですね、さすがにですねユニオンさんもびっくりですけれども、やはり閉まるお店がありましたね。なかなか普段台風で閉まることってめったにないんですけれども、今日はさすがに閉まるスーパーが出たので、やはりちょっと台風としては久しぶりに大きかったのかなというか、警戒したかなという感じはいたしますけれども。もう今結構風強いですか？あ、今はね少し弱くなりましたけど、まだちょっと今夜一晩ちょっと雨の方がね、線状降水帯というのがちょっと心配ですけれども、とりあえず風の影響は、はい、すいませんこんなね、200回スペシャルな回ですけれどもね、もう招かせる出ていただいていらっしゃるのに、ちょっと台風の心配もね、ありがとうございます。ありがとうございます。いえ、それがあってのラジオですからね、もう、いやいや大変な中ありがとうございます。あ、そしてですね、この番組なんですけれども、はい、なんとですね、うんうん、スポンサーさんの中にですね、はい、こう有名な、首里饅頭のお店があるんですよ。首里ポン、首里饅頭、はい、はい、中村製菓さんが、スポンサー。あ、そうなんすか？はい、スポンサー、すごいスポンサーさんになっていただいてるんですよ。すごい、初めでした
ね、ですのでね、やはり、ここは首里とは無関係ではないラジオ番組というかラジオ番組なんですよ。いやラジオ局というか、もう兄弟番組ですね、はい、何ともう兄弟番組、もう僕準レギュラーでお願いします。じゃあもう中村聖華さんのバーターでお願いします。いやいや本当に、ね、あの中村聖華さんもね、実際に応援していただいておりますので、もう首里之助さんが出るということでね、とても喜んでいただいておりますよ。ああ本当ですか。もういつも首里饅頭が美味しくてね、青森が生地に練り込まれてて、はい、月桃の葉っぱで蒸されている、うん、香りと味最高ですから、首里ポンさん、はい、ありがとうございます。生首里ポンいただきました。はい、ありがとうございます。最高ですね。それでですね、やはりライブ、まあ、毎月されてると思うんですけれども、せっかくですので、ライブの、ご紹介もいただけますでしょうか。はい、ぜひぜひ。毎月第4土曜日に、はい、那覇市天物館でオリジンお笑いライブ起承転結を行っておりまして、はい、まあ、オリジンに所属する小刻みインディアン、ベンビー、純選手、ノーブレーキ、ベンビーなどなども、みんな新ネタをやるライブがありまして、はい、これが今月は26日の土曜日夜の7時からありまして、はい、また全国全世界から生配信も見ることできますので、オリジンのホームページに情報まとまっておりますので、ご引きによろしくお願いします。はい、8月26日土曜日、天物ホールでですね、オリジンお笑いライブ起承転結、もう329回目なんですね。そうなんですよ。はい、だから329回目なので、はい、このペースでいくと、5年後ぐらいに旧名古屋に抜かれるっていうペースになりますね。あれ？え？お？そうなんですか？おや？旧名古屋ってこれ週1じゃないですか？週1ですね。週1ですね。はい。ですね。まあ僕なんか月1なんで。ああなるほどなるほどですね。はい。なるほどなるほど。ああはい。はい。まあやっぱり、ね、いやでもなかなかオリジンさんには追いつけないですね。まだまだ私たち200回ですから。うん、まあまあ、ね、一応これまで時が経てば追いつく感じになると思うんで。ですね、そうですね、アップの時なんですけれども、ゲスト出演していただい、ゲスト出演じゃない、ごめんなさい、私たちがお邪魔した時にですね、ラジオネームをつけていただきましてですね、私たちの友達に。ね、そうですね、ひつまぶしスキーさんですけれどもね、はい、本当にひつまぶしスキー、本当に喜んでいただいててですね、本当に、今でもね、こう何かの折にですね、よくこの話が出るんですよ。ひつまぶしスキーにも代わってですね、お礼を申し上げてありがとうございます。ありがとうございました。あの説は、いやいやいや、はい、もうひつまぶしスキーさんもぜひラジオかなんかでね、絡めたらまた嬉しいですね。ありがとうございます。そしてですね、そうそう、結構今日ですね、こうなんていうんですか、もう首里之助さんのご案の方も聞いていただいておりますけれども、はいはい、一つですね、メールが来ておりましてですね、メール、はい、ちょっともう一人ですね、おりますので、ちょっと変わっても大丈夫でしょうかね。はい、お願いします。こんばんは、滑り王子マスクマンと言います。まあ旧名古屋の中でですね、ボケ担当という感じかな。ボケ、うん、まあそんな感じでやらせていただいてますけども、はい、私のね、自己紹介を篠崎さんにする前にですね、ファンの方からメールが来ておりますので、ちょっとお読みしたいと思います。 お願いします、はい、岐阜の9位のバーバーさんからです。今日のゲスト篠崎さん、こんばんは。こんばんは。私は首里の出身で、首里之助さんと同じ首里中の出身です。勝手に親近感を持って応援しています。いつだったか月曜から夜更かしでオリジンコーポレーションの若いお笑い芸人さんが芸の練習をしていて、その練習のことを首里之助さんに電話で質問だったかな、してましたよね。首里之助さんの顔写真がしっかりテレビで流れていましたね。見てましたよ。お笑いの何の練習だったかすっかり忘れているバーバです。篠之助さんはその番組のことを覚えていますか、ということでございます。これマツコさんの番組ですね。あ、そうですね、はいはい、月曜から夜更かしにワイプで出たやつですね。でそのね、の時のことをメールでいただいてますので、
何の練習だったのかなっていうこの若手の芸人さんがね、なんかの練習をしてて、清水助さんに電話で何かを質問したっていう場面だったんでしょうね。ああそうですね、これはなんでよやっていう、まあ沖縄、まあ大阪でいうとなんでやねんみたいなツッコミがあるんですけど、はいはい、まあ、それを若手の鉄筋ビビンバっていうコンビが公演で稽古してるのを、まあ、月曜からお菓子のスタッフにリポートされてて、今こういう稽古をしてて、なんで親の稽古しててしっくりこないから、ちょっとなんで親の、まあ、先輩の篠之助さんになんで親を教えてもらおうみたいな感じの電話がかかってきたっていうやつですね。でもいい場面ですね。でまたこの全国の番組で沖縄のね、あの芸人さんたちがね、宣伝してもらえて、なかなか、いい番組だったと思いますけども、それよりかですね、私ね、今パッと喋ってますけども、全然自己紹介とかも何もせずにね、お話しして申し訳ないんですけども、いえいえ、さっき名前言ってましたよ。ただなぜの滑り王子かと言いますとですね、いろんなこうリスナーさんからですね、この私のトークがですね、滑ってるみたいで、ただお黙り、あ、まんまだ、え、私ね、滑ってる自覚は一切ございませんので、お黙り、ただこう喋ってるこの今もですね、間が悪いとはよく言われますけども、お黙り、よく芸人さんを喋らさずにずっと王子が喋ってる、芸人殺しともよく言われてますけども、お黙り、どんな感じでしょうか、お黙り、全部ボタンが解決してくれてます。ああそうですか。もう今度からそのおだまりに加えてシュリッポンとハイハイだけ付け加えてくれれば、もう僕ゲスト出演しなくても大丈夫なんで。はい、王子が加わりですね。あとなんで、なんでようや、なんでようやとね。シュリッポーン、おお、これですか。滑ってます。王子生でやりました、ね。あー、困る。あー、助かりますね。あー、やっぱりこれが滑ってます。はい、これが DX 買ったやつですね。もうこれがですね、もう毎週毎週ですね、私の喋ってるね、合間合間にね、これがテンポの間っていうんですかね、それが入ってきますので、このポン出しがですね、ただこれがね、入ってくるとやりにくくてしょうがないっていう、なるほど。どこでお話がね、途切れるかわからないってことだもんですから。いやー、いいですね。もうこの時はボタンにみんなが頼ってるっていう、方向性と、で、あと滑り王子さんもちゃんと自分が喋るというタイミングが来るまではぐっとこらえてずっと黙ってたっていうのが、まず一番評価すべきところですね。ありがとうございます。ね、そういうプロの方にね、評価していただけるとね、とってもね、ありがたいです。もうね、このスタジオの2人からはね、もうむちゃくちゃと言われてますので、もう何を喋ってるかもわからないし、間も悪いし、で滑るし、でもういつもね、反省会と言われてますけども、で今日はですね、篠崎さんにね、こういうありがたい言葉をいただいてですね、で王子感激ですよ。ふざけるなあ、いいこと言っても何か、いいですか、いいこと言ってもなんかあるんだ、すぐ出ますからね。一つまずね、追加してですね、来てますけれども、ひふみさんから、県外での賞レースで内地のリスナーさんが足を運んで応援してくれるっていうのは、シュリさんからしたらどれぐらいのパワーになりますかという質問をもらってます。いや、これはもうとんでもないパワーですよ。もうはっきり言って、もうそれは中村製菓でシュリまんじゅうに加えて、はい、くんぺんをセットで買った時ぐらいの、いい例えですね、ありがとうございます。シュリポン、いい感じですね。くんぺんも美味しいですよね。はい、そう、ピーナッツが入ってるやつが ね、こう美味しいですよね。そうですよね、工夫されてますよね、本当に中身もね。そう、エクレアも美味しいですしね。ですね。私も中村製菓さん行った後にですね、向かいの龍銀首里支店の方に行きまして、はい、通帳記入をしに行くんです。はい、ほいほい、はい、そんだけです。ちょっと、そんだけかい。なんかもっと引き出しがあるのかと思ったのに。いや、通帳記入した後に龍銀さんは2000円札優先っていうボタンがありますから。あ、それ知らなかったです。あ、そうなんですね。そう、2000円札優先で下ろしてもらったら、はい、2000円札が出てくるんですよ。
だけどあの、はい、1万円で2000円札優先でも1万円しか出てこない、あの気をつけてほしいのは、2000円札が欲しかったら10,000円って打ち込んで、はい、2000円札優先にすると5枚2000円札が出てくるってシュリッポンですね。わあ、シュリッポンすごいですね、あの素晴らしい、うん、一応今よろしくお願いします、ありがとうございます。一応です、私2000冊1枚だけは財布に忍ばしてますけどね。ああいいですね、そんなボタンがあるんですね、そうこれ2000冊が1枚流通することに2円首里城にあの寄付されるっていうシステムもありますんで。ああ、いやそれ本当ですか。本当なんですか。あ、これ、あ、これ本当ですよ。そんなわけないですよ。ここはシュリッポンって言わないといけないとこですね。シュリッポン、そう、いや、これ本当です、これ今、いや、マジですよ。はい。いや、いいことを聞きました。はい、ぜひぜひ、はい、もう2000冊活用しまくって、シュリをアピールして、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、そしてあの、はい、ですね、もうそろそろお時間があれですので、はい、またあのちょっとごめんなさい、はい、あのオリジンお笑いライブあのまたちょっともう一回紹介していただけますでしょうか。そしてあのチケットが欲しい方はどのようにしたら良いかっていうのを教えていただけますでしょうか。はい、26日の土曜日夜の7時から天仏ホールで、お笑いライブ起承転結やっておりまして、チケットは事前決済が受付もスムーズなのでおすすめで、ホームページから事前決済できるようになってますので、ぜひチェックよろしくお願いします。ホームページの方でオリジンコーポレーションで検索すれば出てきますでしょうか。あ、そうですね。あ、はい、かしこまりました。では皆さん、ぜひオリジンコーポレーションでネットの方で検索して、ぜひ お越しいただければと思います。はい、お待ちしてます。はい、しろみさん、時間となりました。何か、やりました、我々3人に何か一言ございますでしょうか。そうですね、お次からあの滑りおじさんはいはいがあの出てくるときはもう僕もあのしっかりおだまりボタンこっちでも用意しとくんで、シュリッポーン、おだまりはいいですね、はい、もう覚えました、おだまりは、はいはい、まあ、本当に、はい、200回もうやることなかなかもういろいろあったと思いますけれども、今日もまた招かれざる客の中、大変な中200回記念ということで、これもまた、はい、まあいい思い出になるかと思いますんで、うん、おめでとうございます。ありがとうございます。本当にあの今日はですね、はい、あの本当に出ていただけるのは本当大変光栄で、本当にスペシャルな回になりました。本当に誠にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、また201回からも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。今日貴重なお時間いただきましてありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。ありがとうございました。本日の電話ゲストは、シュリノスケさんでした。どうもありがとうございました。シュリッポン、ありがとうございました。シュリッポン、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、生シュリッポン最高です。ありがとうございました。いやーちょっと緊張しましたね、うん、はい、緊張しちゃいました、ね、ダンサーズ神々でしたね。いやもうしりのすけさんの紹介するのにどんだけ噛むんだっていうぐらい噛みましたよね、うんうん、まあそういう時もありますよ ね、 ありますね、はい、で今日もね、はい、いい話できましたよね、王子ね。いや王子本当につくづくね、芸人殺しだ。本当に芸人殺しです。いやもう芸人殺しじゃないですよ、もう代表殺しですよ本当に。すいません、芸人だけじゃなくてオリジンコーポレーションの代表でございますからね、いやよく存じ上げておりますよ。ね、もう本当に嬉しくなっちゃいましたね、王子もね。いや嬉しかったですね、うれしそうにしんちゃんが自分も財布には2000円札をお守り繁栄繁盛として忍ばせてますよと、はい、いうことで、うんうん、ね、ちょっとあの流銀 の、ね、あの自動機の、ね、2000円札優先すごいですね、やってみたいですね。ちょっと知らなかった、知らなかったですね、うんうん、窓口かなと思ったんですよね、窓口でできるのかなと思ったんですけど、ね、あ、そうなんです ね、 ね、
いやーちょっともう余韻に浸っちゃってあれですけどもね、うん、はいねえ、いいんですか。じゃあメールの方、あ、じゃあメール紹介したいと思います。はい、はい、じゃあメールご紹介します。あ、はい、お願いします。沖縄大好きさんからです。ダンサーさん、ありがとうございます。みそさん、王子しゅりのつけさん、まあ、ゲストのね先ほど出ていただきましたけども、はい、こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ありがとうございます。テーマ続く続けるリスナーになって10年、これからもリスナー沖縄大好きを続けていきたいと思っています。いいですね。ああ、いいですね。いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あのお耳が痛くなるぐらい聞いてちょうだい。ん、いいあれじゃない、違う、あのね、この間が嫌なんですよ ね、 いやね、なんかさ、いつもさ、うんうん、あのまあ、ゲストさんもそうだと思うんですけど、うん、はい、答えに困るんだよね、うん、え、あのね、みそちゃんのね素早いね、こう反応と、そうじゃない時がありますので、あるあるある、で素早い反応を期待してるんだけど、うん、ね、あのずっとこっち見てるからね、いやそう素早い反応ができない、あの答えを振ってくる時あるよね。あのたまにねずっとこう見つめられてね逆にドキドキしちゃうもん。でもさ、これ残念ながらラジオで伝わらないよね、これじゃね。まあねはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あのじゃあもう一ついきますね、はい、ヤンポーさんからです。ありがとうございます。ダンサーさん、みそにさん、すべり王子、こんばんは。こんばんは。こんばんは。続けることを考えてみました。なかなかその答えが出てこないんですけど、強いて言えばタカコファンクラブ、あ、違う、タカコクラブのファンクラブ会員ですかね。会員としてはまだ3年目ですが、ファン歴としては33年目になります。すごい。うん、もちろん12月に LINE クラ、 LINE キューブ渋谷、旧渋谷公会堂ですね、開催されるクリスマスピクニックにも先行予約はしましたが、抽選なので当選するか運しかありませんということで、うん、これタカコクラブっていうのは多分岡村タカコさん、アミンのね、はいはいはい、はい、あの土井タカコさんではございませんねごめんなさい、あれ笑ってしまった。ひよこクラブなのか、 あれはあの子供向け雑誌、ね、幼児のあれですね、はい、もう土井さんの真似をしようかと思ったけど、ちょっと滑りそうでやめた。いや今言ったよね、今あのモノマネしようかなって今言ったよねもう今聞いちゃったからね、王子はもうね、この前からちょっとモノマネ滑りが激しいんでね、ちょっとさすがにやめようかなそうなんですか、はい、ね、もう滑りた重事故が起きたよね、うん、まあそうです ね、うん、ね、あ、それはあれなんですね、すごい33年不安で、うん、まあファンクラブには3年前に入られたってことでね、うんうん、いやすごいですね。でもということはあれなのかな、その、うん、デビューからずっとこのファンクラブに入ってらっしゃるぐらいなのかな。っていうか、そのファンだったんだけど、うん、やっぱりファンクラブはまあ、うん、最近入ったっていうことで、ああそういうことね、うん、っていうことですよね。そういうことで、でもやっぱりね、ほらコンサートとかああいうのってやっぱり、うん、あ、そうですね、ね、あのファンクラブ優先だったりするから、うん、まあそういう意味でも入会したのかもしれないですね。岡村孝子さんがずっと思ってたんじゃないですか、ね、私待つわってずっと待ってたみたいよ。ふざけるな、今いい流れでしょ。いやもうまた土井たか子さんで返そうかと思ってくる。やっぱりだからもうそこまで言ったらね、もうみんな思ってるよ、うん、いつやるのかなって。滑ってます。で、あのもう一つ、名古屋栄養コーナーどこ行ったの。だから名古屋は栄養コーナーに行くのかなと思ったんですけど、あ、 やります、あのメール、メールをね、あのちょっとご紹介しましたんで、やります。はい、じゃあこれね、名古屋は栄養コーナーでございます。はい、はい、続く続けるですよ、うん、テーマ、うん、テーマ、うん、うん、だからだいぶね、あの、まあ、王子もね、まあ、この清名古屋もそうですけども、はい、先週ですね、あの誕生日でね、うん、長く生きてられるなと思ってねよかったと思ってますよなんかそこで笑ったよね今。いやいやいや、長く生きてられるっていうのはどういう意味なのかなと思って。いやいや、もしかしたらですね、あのもうあのこの世にいなかったかもしれないっていうね、そういう時もあるじゃないですか。ねえ、ね、
うん、ああそういうことか、うんうんうん、やっとそう、まだ続けるといえばですね、まあ、キユ名古屋のこと言います、キユ名古屋の番組言いますと、うん、まあ、2019年10月1日からスタートした番組なんですね、うん、そうなんですよね、はい、で、まあ、番組開始から、初めてなんですけど前回台風の関係で、はい、放送がなくなったんですけども、うん、これ初めてなんですね。でそれから続けてたんですけども、いや実を言いますとこの続けることって結構大変、まあそうですね、うん、結構大変なんですよね、うん、で実はこの放送ね、いつも10時からスタートするんですけど、はい、大体自分私まあ、ダンサーズスタジオで準備を始めるのが夜の7時半から8時ぐらいの間に、ね、はい、準備始めるんですね。でこれをずっと毎週やってるんですよ。なので火曜日だけは会社早く帰るようにしてるんですね。で飲み会もあったんですね、その時も飲み会の誘いもあったんですけど全部断ってます。なのでここがね大変だったなっていうところだったんですよ。でまあ、じゃあなぜ続けられるかって言ったらやはりもう皆様の、お聞きいただいている皆様がこれだけですね、メールをいただいたりツイキャスでご参加いただいたりというところがやっぱりですねやっててよかったなというふうに思うんですね。そうですよね。であともう一つはもうスポンサーさんですね、はい、もうスポンサーさんからですね、うんうん、もう本当にもうツイキャスご覧の方はお分かりになりますけど、まあ、後ろにですねスポンサーさんの名前が書いてあるんですけど、はい、これだけの方にご支援いただいている、うん、これがですねやっぱりこの番組を続ける励みにもなってるなと、うん、そうですね、そうですね、つくづくね、はい、それは思ってます、うん、本当にもうリスナーさんそしてスポンサーさん、はい、もうこれがなければ絹名古屋はやっていけないし成り立たないなと、そうですね、いうところが本当にですね、うん、この200回続けられたというその嬉しさすごく今感じております、うん、そうですね、いろんな皆様に、ね、感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にそう、本当にまさにそれでですね、うん、なんかこうそれが何沖縄県の会社だけではなくこう名古屋の会社だったりとか、うん、もうそれこそ東京もですよね。今、はい、ヤスさん、コンビニ車両士のヤスさんにツイキャス出ていただいていますけれども、本当にリテールクリエイト、ね、社会福祉弁護士法人ということでね、社会保険労務士法人、ね、社会保険労務士法人、失礼しました、はい、社会保険労務士法人ということでですね、こう本当に東京からも応援いただいているということで、はい、うんうん、でまたね、うん、ね、個人スポンサーさんとしてですね、ね、真っ赤な森先生さんと、ね、はい、グランレンダーさんがね、スポンサーになっていただいてですね、うん、企業の方以外でもねこうやってねご支援いただきましたね、ありがとうございます。そうですよね、グランレーナさんもね、個人スポンサーさんですね、うんうん、そうですね、ね、また、このね、東海共和さん、ね、スポンサーさんになっていますけれども、プレミアムスポンサーさんになっていただいておりますけれどもね、こちらもまたね、こう名古屋と沖縄をねつなぐね、こうお仕事されてますから ね、はい、お仕事ですから、またこのキユ名古屋のコンセプトに本当に、うん、ね、のコンセプト通りに乗ってたらおかしいですけれども、うん、本当にそれ素晴らしい、ね、うん、企業さんでありますし、はい、ですね、はい、もちろん先ほど紹介されていた中村聖華さんもですね、首里のですね、はい、うん、ね、皆さんのね、いろんなこう温かいご支援がありましたので、ね、ね、この旧名古屋もね長くね続けることがねできております。ですね、うん、本当に、うん、グッシャンイモ生産組合さんも、うん、ね、おやつと軽食の店夢屋さんもですね、そうですね、本当に沖縄でね、うこういろいろ活動されている、ね、トリプルエイトのトピロンさんですね、うんうん、川口社長がされてるんですけども、もともとですね沖縄が大好きということもありまして、うんうん、そうですよね、そういった縁でですね、うん、こうご支援いただいて、そうなんです、はい、ね、だから川口社長がねゲストでね見えるときはねトークも面白いですよね本当に、うんうん、
もう王子もね、うん、もうずっと喋りたいなっていうぐらいね、もう時間が、ね、たっぷりあったらね、なんか王子と波長が、ね、どんだけでも喋りますよ。波長が何か通じるものがありますよね。若干ですね、なんか匂いがちょっと似てるんですよね。匂いがね。ヤスさんが追加して魅力ながら応援できてとても嬉しいです。続けてくださってありがとうございます。うん、いやいや、もうこちらこそありがとうございます。はい、そしてですね、FMJG さんですね。はい、まあ、滑り王子のですねステッカーもそうなんですよ、デザインしていただいたりとか、デザインしていただいてね、うん、本当にとてもゴージャスでしょ、ゴージャスですよ、すごいですね、ね、はい、うん、またね、よく見ていただけると結構ね、顔の雰囲気もね似てるんですよ、うん、あ、その、スペシャルなステッカーをですね、うん、来週プレゼントに、来週はちょっと難しいですね、あ、来週じゃなかったっけ、9月頃に、9月でしたか、はい、うん、今月はゲストさんも、あ、そうでしたね、いっぱい出ていただけるということもありまして、じゃあまたね、9月に入ってからになるんですね、素敵なステッカーのプレゼントをまた来月やりますよ、はい、あら、またみんなにばらまいちゃうの、もう あれですよ、いやもう、うん、バラマクじゃないですよ、もう大事にプレゼントにさせていただくということで、バラマクという表現でありながら一人しかもらえないってそういうそうですよ、残念ながら貴重なステッカーですからね、はいはい、沖縄大好きさんが真面目な話、リスナーを続けてなかったら、はい、旧名古屋にダンサーズさんたちとこうして会うこともなかったかも、ありがとうございます、そうですね、ハート FM 南城でお会い そうですね、したのが初めて、実際にお会いしてね、はい、やっぱりこういった縁でね、実際にお会いしてっていうのがまた嬉しいですよね、うんうん、そうですね、もちろん文字でこうね、こう読んだりとかっていうのもあるんですけど、実際にお会いするのもまたこうラジオからまた飛び出して嬉しいことですよね、はい、ということで、はいはい、名古屋は栄養のコーナーでした、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、メール紹介いたします。はい、こんばんは、ジョージです。ありがとうございます。今続かなそうで続いているもの、夜間ジョギング。うん。もうコロナ太りで結構ゆるゆるだった制服がみるみる間にピチピチになりやばいと思って始めましたら意外にもまだ続いております。食事制限もしながら10キロ近く痩せることに成功。おお、素晴らしい、うん、しかも、今夏は猛暑で走ると全身ずぶれになりつらいですって。あ、そうですね、もう、いや、この時期に走られるの、うん、本当大変ですけど、ね、夜でもね、気をつけてくださいね、暑いですもんね、ジョージさん結構痩せてるように見えますけど、ね、そうですよね、はい、いやいや、もうジョージさんよりも我々の方がジョギングしないとまずいんじゃないかと思うぐらい、はい、わがままボディですよね、超わがままボディ、本当に超がつきますよ ね、 ね、はい、はい、ラントさんツイキャスで、うん、はい、ラントです、皆さん200回おめでとうございます、ありがとうございます。味噌煮込みすきりさん、滑りおじさん、名古屋のダーサンさんに負けないように私も頑張りますということでね、ラントさんも FM 技能の番組をやられてますので、うん、ね、ぜひぜひ、うん、ね、盛り上げて一緒にね、うん、FM 技能を盛り上げていきたいなと思ってます、はい、そうですね、はい、ね、ラントさんはね、日曜日の、はい、午後1時からの放送ですね、はい、はい、FM ギノワンでですね、はい、されてますので、ぜひね、はい、お聞きいただけたらと思います、はい、収録放送収録ですね、うん、高坊さんもですね、その前、はい、12時半から、はい、はい、お話し、サッカーの番組、サッカーの番組ですね、うん、されてますからね、ぜひ皆さん FM ギノワンお聞きいただければと思います、はい、はい、あ、今そうそう、うん、サッチーさんもね、ツイキャスで、ね、出られて、まあ、しりのすけさんの、まあ、ツイッターですね、見てたら、はい、小刻み森さんと映ってましたねということで、サッチーさんも番組ね、はい、やられてますから、サッチーさんそうですね、ね、に同じく日曜日、はい、夜8時半、あ、8時半ですね、はい、はい、
ですね。いや、こうやって考えたら本当に FM ギノはリスナーで盛り上げてるっていうかね、うん、またこう、はい、リスナーもこう番組を持たせていただいてるっていうね、そうですね、すごい、うん、すごいですよね、はい、まあラジオ好きとしてはこれ以上のね、あの嬉しいことはないですよね、やっぱり。私はまあ一言で申し上げますと、うん、はい、ラジオ変態勢ぞろいって感じですか。そうですね、うん、はい、ね、山内局長とね、こうやられてる番組で、はい、なんかこう、まあラジオの話をしてて、結局のところ、はい、ラジオ変態なんだなっていう、そうなんですよ、はい、っていう結論で、まあでもやっぱり好きすぎないとできないっていうね、続けられないっていうところはありますよね。はい、はい、ということでエンディングです。はい、来週のテーマはラーメン。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭首里中村製菓、アートワークブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名簿。あ、切れちゃいました、うん、あ、どこで切れたかな、うん、今、はい、今喋れます、どうぞ、はい、はい、ありがとうございます、はいはい、200回ありがとうございます、はい、本当に、うん、今日もね、うん、篠崎さんのゲストでね、もう盛り上がりましたね、うん、今日、うん、とってもね、楽しかったですよ、うん、またメールもね、お祝いのメールをたくさんいただきました、ありがとうございました、ね、結局ツイキャス全部ね、うん、はい、ということで、はい、それでは、はい、はい、閉店ガラガラ、はい、ありがとうございます。